こんにちは、ココアです。今日はこのアングルで動画を撮っていくんですけど、購入品紹介をやっていきたいと思います。で、今回の購入品はディズニーストアでまたまたいろいろお買い物をしてきたということで、そちらの購入品を紹介していきたいなと思います。ぜひね、参考にしながら最後まで見ていってください。ということで、この動画が気になったという方で、私の動画のチャンネル登録まだ済んでいないという方は、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録、そしてグッドボタンの方も押してから見ていってください。ということで、早速やっていきましょう。では、スタート。はい。ということで、早速紹介していきます。今回は何点か買ってきたんですけど、まず1点目の購入品から、まず1点目がこちらです。じゃん。はい、こんな感じのね、パジャマのセットになってるんですけど、これはなんか普通に可愛かったのと、素材とかも良さそうだったので買ってきました。で、こんな感じでこの巾着に入っていて、このね、色合いがめっちゃ可愛くって、こんな感じでピンクとグリーンでなんかスイカみたいな色合いなんですけど、すごく可愛くないですか？なので買いました。で、こういう巾着はなんて言うんだろう、こんな感じの素材、こういう感じの素材で、なんかパジャマ入れて、例えば旅行に行く時とかにもうこの中に入れて持って行ったりとか、他にもね、いろんなこの巾着だけでも使い方ができるんじゃないかなって思います。で、ここにミニーとデイジーのこんな感じでついています。で、こんな感じのものを購入しました。これはね、ミニーちゃんとデイジーのパジャマなんですけど、上下セットになっていて、こんな感じです。で、こちらお値段が M から L サイズを購入したんですけど、確かね、1サイズだったかなと思います。ナイトウェアっていう感じなんですけど、値段が税込み5390円です。はい、こちらをまず1点目購入しました。はい、ということで、これじゃあね、ちょっと今中がわからないかなって思うので、どんな感じかちょっとわからないかなって思うので、開けてね、紹介をしていきます。で、こんな感じで長袖長ズボンのパジャマになっているんですけど、開けてみます。このね、外側の巾着もすごくしっかりした感じで、めっちゃね、可愛い見た目も。はい、で、中はこんな感じになっていて、出してみるとこんな感じです。さらにね、この袋に入っているんですけど、ここからちょっと開けて1枚ずつ紹介します。はい、ということでね、開けてみるとこんな感じで、色味がね、本当に可愛くって、で、こういうサテンの素材っていうのかな、こういうツルツルした感じで、そんなに薄手ではないので、そこまで透ける心配とかもなくって、これはなんか長袖長ズボンなので、夏とかには着ないかなって思うんですけど、今の時期とかにいいかなって思います。で、まず上なんですけど、上がこんな感じで、前がボタンになっていて、で、この胸のポケットがついているんですけど、胸のポケットの部分にミニーちゃんとデイジーの刺繍がついています。で、こんな感じです。なんかフリーサイズっていう感じなんですけど、結構いろんな方が着ていただけるんじゃないかなと思います。後ろがこんな感じで、白地にグリーンとピンクって感じの色です。はい、で、上がこんな感じで、下がね、パンツになっていて、ウエストの部分がゴムになってて、この差し色がゴムと、このこういう部分とかが
紫になってます。で長ズボンって感じで、裾はこんな感じです。はい、ということでね、こんな感じでした。上下こういう感じで着るとめっちゃ可愛いと思うので、今度ね着たいなと思います。はい、ということでまず1点目の購入品はこちらのパジャマのセットでした。まだね他にもたくさん売っていたので、ぜひ皆さんも買ってみてください。ということで次紹介していきます。はい、ということで続いて2点目なんですけど、2点目も同じくこちら、じゃん。はい、これなんですけど、パジャマをね今回2つ購入してきました。でちょっと1点目のものと似た感じではあるんですけど、デザインがちょっと違う感じになってます。でこれも同じく巾着がついてて、これはねなんか1着目はワンポイントでキャラクターがついているっていう感じだったんですけど、この2点目はちょっと可愛らしい感じで全体的にキャラクターがついているっていう感じです。でこれはミニーちゃんとデイジーと、あとこれ何なんだろう、ちょっとよく私わからないんですけど、こういう感じのキャラクターで白地にこういう感じです。でここにワンポイントとしてついていて、これはなんかさっきのものと違う、この巾着もパジャマと同じ素材のサテンになって、この柄のねパジャマが中に入っているっていう感じです。なのでちょっとどちらも違った感じだったので、今回2点購入してきました。このね巾着もすごく可愛くって、旅行とか行く時にも使えるかなって思います。でこれも同じくお値段が5390円税込みに、サイズは M から L っていうサイズになっています。はい、こんな感じで2点ともすごく可愛いんですけど、これも開けて紹介をします。この紐の部分が黒になっていて、で結構大きめの巾着なので、なんか旅行に行くときに着替えとか入れて使いたいなって思います。もちろんこのパジャマを旅行用にしたりとかもできるかなって思います。旅行用のパジャマを、今サテンのパジャマを使っているので、これもしっかりした素材なので、そういうのにも使えるかなって思います。はい、でこんな感じです。はい、開けてみるとねこんな感じで総柄になってて、全体にこんな感じでミニーちゃんの柄と、このキャラクターの柄とデイジーの柄って感じで、この襟とかが黒になってて、まず上がねこんな感じ、この形は全く1着目と同じで、上がこんな感じで、あとポケットはねついてない感じになってます。裏地とかは特についてないんですけど、そんな透けないかなって感じで、結構大きめなのでゆったり着られます。で下も同じ柄で、これ総柄になっててめちゃめちゃ可愛いです。こんな感じでウエストがゴムになっています。はい、ということでね、2点目の購入品はこちらのパジャマだったんですけど、こんな感じでした。では次、はい、そしたら次3点目なんですけど、こちらです。はい、こちらのリップを購入しました。こういう感じで、これ1本で3つの効果って書いてあるんですけど、このリップ美容液とリップオイルと色がつくリップということで、まあカラーリップ、色付きリップなんですけど、色付きのリップが欲しくて買いました。でなんかお値段的にもねすごく安かった。こちら660円税込みだったので、めちゃくちゃいいなって思って、色付きリップを探していてこれを買いました。なんかねすごく良さそうだったので、香りがほのかなフローラルの香りで、色はレッドになるみたいです。でこういう風にめちゃくちゃ潤ってくれて、乾燥とかが防げるらしくて、色付きリップではあんまりなんか乾燥を防げないイメージだったんですけど、これを使ってみようかなって思って買いました。今はメンソレータムを常に本当に乾燥するので使っていて、これをね色付きの、最近マスクをしてるのでそんなリップとか塗らないんですけど、使ってみようかなと思って買いました。で色付きのリップなのでそんなに
厚塗りにもならなそうだしいいかなって思います。だからなんか学校用とかにもすごくおすすめなんですけど、これ1本持っておくとリップの効果にもなるし色もつくっていうのがめっちゃいいなって思います。で、こんな感じ、色はどれぐらい発色がいいかっていうのはわからないんですけど、こんな感じ、まあ少し色づくかなぐらいかなって思っています。はい、で3点目なんですけど、色違いでねもう一色買ってきました。それがこちら、このピンクも気になってちょっと両方今回買いました。どちらにするかね悩んだんですけど、この両方買ってきました。こっちがレッドでこっちがピンクっていう感じで全く同じ感じで、これはミニーちゃんのパッケージで、こっちはミッキーのパッケージ、こんな感じ。めっちゃねパッケージもすごく可愛いです。はい、でこれの色味はこんな感じで、すごくこれは薄そうだなって感じだったんですけど、ちょっとどちらも気になってピンクと赤を買いました。効果は同じで、同じほのかなフローラルの香りで、お値段が660円税込みでした。はい、こんな感じで、サイズ感もすごく小さいのでポケットとかにも入れておけるかなって思って、今メンソレータのリップクリームを使ってるんですけど、その代わりに使おうかなって思っています。はい、でなんかマスクの中とかにもつけれるしいいかなって思います。じゃちょっと両方とも発色を見てみたいなって思うので、結構色付きリップってあると思うんですけど、どんな感じかっていうのを手に出して見てみたいなと思います。ちょっと両方出してみます。はい、ということでね、こんな感じで両方出してみました。まずこっち赤い方なんですけど、パッケージはこんな感じで、ミッキーのパッケージで、なんかここはサラサラした感じの素材、普通のリップクリームっていうよりサラサラした感じの素材で、見た目もねめっちゃ可愛い。でサイズ感のとこはめっちゃちっちゃめです。でこれは何グラム入ってるんだろう、5グラムです。はい、これはね 5g 入ってます。でここが透明になっていて、こんな感じ、画面越しに伝わってるかわかんないんですけど、こういう感じです。なんか結構色がつきそうかなと思います。で塗ってみるとこんな感じで色がつきました。まあやっぱりそんなに色はつかないかなって感じで、やっぱリップクリームなのでリップと同じぐらい色はつかないので、やっぱり唇に塗ると本当にほんのり色がつくかなぐらいの色かなって思います。赤はまずこんな感じ、本当にうっすらつくって感じになってます。はい、こんな感じでした。ちょっともうちょっと濃いかなって思ったんですけど、本当に薄いって感じなので、本当にやっぱりリップとしてしか使えないかなって感じです。はい、でもなんか学校用とかにはめっちゃいいと思います。で比べてみるとこんな感じです。ミッキーは赤でミニーちゃんはピンクって感じ。これは気分によって使い分けたいなって思ってます。でなんか色味がもうちょっと濃いのかなって思って買ったんですけど、意外とね薄付きだったので、こっちの方が多分ピンクなんで薄付きかなって思うんですけど、こんな感じ、色が気になったので2色買ってみました。で色味はこんな感じ、なんか半透明みたいな、実際見るとそんな感じの色味かなって感じです。こんな感じ、ちょっと薄そうなんですけど塗ってみます。こんな感じ、なんかさっきの赤は時間が経つにつれてちょっとずつ濃くなってくるかなと思います。でもなんかティントタイプとかではないので、本当にすぐ食べ物とか食べたりしたら取れやすいかなって感じなので、本当にリップとして使いたいなと思います。で塗ってみます。
あんまりなんか色ついてないと思うんですけど、こんな感じ。結構重ね付けしてるんですけど、本当にピンクの方は全然色がつかないって感じになってます。はい、ということでね、こんな感じでした。ピンクはこんな感じの発色です。本当になんかリップとして買った方がいいかなって思いました。これはなんかちょっと期待外れだったんですけど、まあ、パッケージが可愛いし安かったので普通にリップクリームとして使いたいなと思います。はい、ということで発色と3点目と4点目の購入品はこんな感じでした。では次。はい、ということで、そしたら次5点目の購入品がこちらです。じゃーん、ママバターのフェイスパウダーを購入しました。で、これは SPF25 で PA++ って感じなので、そんなに紫外線対策とかにはならないかなって感じなんですけど、なんかあんまり外に出ない時とかは逆にこれぐらいの方が肌に負担とかがかからないのでいいかなって思います。これはフェイスパウダーで、パウダータイプ、粉タイプになっています。で、このシリーズは他にもハンドクリームとかいろいろあったんですけど、このフェイスパウダーを購入してみました。で、すごくこれも安かった、1650円税込みでした。で、このカラーは一色だけって感じだったんですけど、こんな感じでね、買ってみました。で、8g 入っていて、すごく成分とかがめちゃくちゃ良さそうだし、肌にも良さそうだったので、これを買ってみました。パッケージはね、こんな感じでミニーちゃんのパッケージになっています。はい、こんな感じで、オーガニックラベンダーの香りみたいです。これもね、また実際に使ってみたいと思います。はい、ということでラストの購入品だったんですけど、こちらのママバターのフェイスパウダーでした。これはフェイスパウダーの他にもいろいろ売っているので、ぜひね、気になった方、パッケージもすごく可愛いので買ってみてください。はい、ということでこんな感じで今回のディズニーストアでの購入品紹介は終わりたいと思います。はい、ということで今回はこんな感じでディズニーストアでの購入品を何点か紹介しました。この他にもすごく可愛いものとかはあったんですけど、またね、ぜひ次回のディズニーストアでの購入品紹介の動画も楽しみにしていてください。結構ディズニーストアではよくお買い物をしているので、こんな感じで今回は買ってきたんですけど、私が買ったものはまだ売っていたので、ぜひね、近くのディズニーストアとかに行ってみてください。これはもう可愛いので早速たくさん使いたいなって思います。で、ディズニーストアは結構コスメとかも買ったりしているんですけど、コスメも意外と安いお値段で可愛いパッケージとかなので、あとは 50% オフだったりとか、結構セールとかもあるので、私はそういうのを利用して買ったりとかも結構ねしています。で、よく見に行ったりしているんですけど、こんな感じの購入品でした。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を毎日投稿していて、平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、この動画が少しでもいいと思っていただけていたら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録、そしてグッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。そしてこの動画が少しでも皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。